コ目線って僕はあんまよく知らないんですけど、うん、やっぱその武術的には使いにくさとかやっぱ結構ある感じですか。やっぱ何でも使いようだなって部分もあるしね。じゃあちょっとなんかなんとなく思いついた技っていうか、うん、それちょっと見せてほしいなと思いました。おお、今のはね、相手が私の胴をね、腕ごと切ってくる。そこをこう、はい、これをね、こう動かさないので、はい、受け込むんですよ。で、離れてったとこをこう、あの手ってね、間を稼ぐ。あの、かかってる方が金銭的に扱いやすいんですよね。これよりもね、この方が抜きやすい。なんか伸びてくるからね。確かに。力がグロンと。逆手でここに行きますもんね。一工夫いらないっていうか。あ、切るだけだね。もちろん絶対安いんで、やっぱり血玉なんですね。あの受ける方はどうですか。俺分かってるんでね、これ、はい、分かんなかったら、はい、確かにおってなりますね、急にこっから。もちろんね、これ忘れてもらっちゃ困るんだけど、はい、仕込み杖だぜって言って喧嘩するわけじゃないから、取得してるわけだからね、はい、向こうは初見で、はい、まさかってただの動画と思ってるから、はい、そういうことだと、はい、まず思ってる、うん、そうですね、はい。水落ちっすよね。水落ち。で、バーンと来るところをちょっと外してここ入れる。あ、先生も当たらないですね。そう、ここバーンってね、小手を砕いて、そう、はい、で、まあまあ無駄とは思ってないはい、相手はそうっす。ドーンっつって突き放し瞬間にこれ、あ、逆転計算にこれザッと、うん、また今回は秘伝流の方を見てもらったんですけど出ました。サラさんが正面を切ってきたとこをこう打って、今はこう打って、今は。押さえて刺す。ああ。うん、欲しいですね。うん、そうですね。うん、はい、まあ、まあ、全然普通に悪くはないけど、はい、まんまするんだったら、こうなんですよ。はい。これが欲しかった。うん。うん。そっか。ジョーロビクスと同じなんですね。パーッとこう、ね、延長がね、水月ね。そのバーンそれで入れ替わる。あ、もっと確実にバーンと入るじゃないですか。はい。じゃあね、これで2分使っちゃおう。じゃあね、これで2分使っちゃおう。はい。で、こう来たら、そっか、ところが、はい、ね、ここで入った時には、小手を打っただけじゃなく、上の延長が正中線上にあるってことが、術理として自分にポンと入ってきてないの。だから思いつかないの。ここからドスッってつくのか、クラッっていくの。行って、ここへ頭上へ持っていく。あとは最初引けば、いっちゃって。上と刀のいいとこ取りなんですよ。この自分の有利さに気づくか気づかないかっすよね。そうそうそう。これでもちょっとずれてるからね。そうですね。こんな、ずれちゃうからね。そうそうそう。いかがでしょうか。やれちゃうから。やれちゃうからこそ、うん、ドンなんですね。そうそうそう。それか、もう上げちゃって、そう、タッチを封して、そのまま、そうそうそう、うん、はい、行っちゃうか。そうそうそう。はい。刺さっちゃった。そうそうそう。はい。今度はこっちがね、こうやる、こうやれるだけじゃなくて、はい、相手も、さえつかめる。うん。うん、ああ、そうですね。春上の向きと同じ。はい。で、こちらこう。はい。で、こちらこう。そっから入る。いない。で、持たされる。はい。で、こういうのあったじゃない。こういうのね。そうですね。あ、あれの応用で、うん、これほら、こう。封じちゃうんですね、これ。ここ。あ、巻きっぱなし。あー。こう。変化球的な、まさかそう来るかみたいな。おわす。あ、ようにしてここですか。ポンで立ちも避けて、そうそうそう、で砕いて計算に切ってくる。関節の部分だから。そう。こう入る。
で、ドン、うん、ああ、すれ違うときにも、あ、あ、ジャッキー・チェンのおじいちゃんって言ってきそう、あっ、あれちょっと体術を入れた、ひっくり返すみたい、認識しながら、はい、ちょっとフィレン流を見てもらっていいですか、これですね、悪くないけど、はい、これ凝りすぎ、これしたかったんでしょ、あ、そうですね、これをだからそういう発想がダメなんです、ここまでよかった、はい、こっからの氷、刀が抜ける氷はこうだはず、氷はこうだはず、あー、刀がこう落下するんだから、はい、この時もこうなるんだ、そうですね、こう、これ、これ、うちがこれ、これ、うちがこれ、あー、下から、どうぞ、これですね、反動もこう打ってこういう状態あるじゃないですか、うん、これはいいね、これはあのおかしくない、非常にオーソドックスでいいと思う、似てるけどちょっと違う感じ、あ、あ、いいっすか、うん、ヒロスケ君はここでさ、刀を使った、使ここでさらに情のように使って申し訳ない、あこれが欲しかった、うん、で、こう来たら、はい、で、こちらこう、おわっ、あっあ、勝慎太郎さんのそのザトイチは結構見てるんですか、うん、あのね、私の父がね、はい、大好きでね、はい、本当にね、武道しか教えてくれない親父だったんだけども、はい、それ以外でね、勝慎さんのモノマネをね、はい、ずっとね、子供の頃からやらされてやらされたんですか、そうで、あの、はい、滑舌が違うとかね、はい、息を吐き切ったとこからで笑うんだよとかね、はい、で、できなかったわけですよ、はい、でも大人になって声変わりしたらできるなってそういう時のおかげでね、はい、じゃあ、一発もらってもいいですか、それ今じゃあ、あの、冒頭だけでいい、はい、あ、いいですよ、はい、てめえのことを言うのは嫌でございますけどちゃんと似てますねバンシーのようなだいぶこすってモノマネしてるってことですよね、はい、あのどうせ僕が叩かれるんで大丈夫です先生何 やらしてるか僕だけ叩いてくださいそんなことない貴重な、いや、すいません、本当にありがとうございます、はい、はい